これを飲むだけで菓子パンがなかったことになる。今日の動画では朗報。これを飲めば菓子パンを食べてもなかったことに最強のダイエットドリンクをねお伝えしていこうと思います。皆さんはアンパン、クリームパン、メロンパンなどの菓子パンってお好きですか 私は全部好きだねパンパンが1位かな次が2位メロンパンサインクリームパンかなで、実はね以前 youtube でどんな動画が見たいか視聴者さんにアンケートをさせていただいたところ菓子パンについての動画が見たいというね意見を多くいただいたんですね皆さんもすでにイメージがあるかと思いますが菓子パンは糖質も脂質も高くって太りやすいですはっきり言うとねしかもそれだけじゃなくて体に負担となって不要なものがたまりやすいというねデメリットまでついてきます ただですねある飲み物を飲むだけでこういった菓子パンをなかったことにできるデトックス効果その飲み物には期待でできるんしかも今回ご紹介する飲み物はどれもコンビニやスーパーで手軽に手に入る飲み物ばかりなのでわざわざ高いお金や手間をかけてクレンズジュースなどの、ね、デトックスドリンクを購入しなくても私たちは大丈夫です。 いうことで甘いものも楽しみながらダイエットしたいという人はぜひこの動画をねチェックしてみてください。特にに最後にご紹介する飲み物は私も毎日活用していますまたこの動画を見てくださっている皆さんには今日ご紹介する飲み物を活用することで効率よく痩せ体質になっていただきたいので今日の内容で使えると思ったことは忘れないようにコメント欄をメモ代わりにねぜひ活用してみてくださいね。菓子パンをなかったことにするダイエットリンクつ目で一目 甘いココアを飲んで甘い菓子パンをなかったことにするってどういうことと思った方もね多いかもしれません確かに甘くって濃厚なココアは逆に太るイメージがありますよねしかしココアは上手に活用すれば最強のダイエットドリンクになるんですよなぜならココアの原料であるカカオには食物繊維が豊富だから そのためココアって実は便秘解消効果の高い飲み物なんです。こうして便秘が解消されると腸内環境が良くなってデトックス力だけではなく栄養の吸収力もアップするので代謝が上がって不要なものをため込みにくい体になるんです。 特に菓子パンに含まれている小麦や砂糖っていうのは腸内環境を悪化させるリスクがあるのでココアのような腸活ドリンクと一緒に摂ることがおすすめさらに食物繊維は血糖値の急上昇を防ぐことで菓子パンによる脂肪の蓄積を抑える効果まであるんです。 なのでココアは菓子パンと一緒に取るだけではなく菓子パンを食べるる前に取ということもおす,すめなな工夫となりま,すまた良質な脂質が含まれているココアであれば満腹感を高めることで菓子パンの食べ過ぎを防ぐ効果まで期待できます。 加えてココアに豊富なカカオポリフェノールは体内の脂肪を分解するリパーゼェに直接働きかけるため脂肪の蓄積を抑える効果も期待できます加えてココアの苦味成分であるテオブロミンには脂肪を分解すするるる効果があると言われているんですよこれらの点からもココアが菓子パンをなかったことにしてくれる嬉しい作用ただ先ほどお伝えしたようにココア自体が菓子パンのように甘いもの取るもの というイメージをね、お持ちの方も多いと思いますしかし本物のココアである純ココアには甘味料は一切含まれていませんなので菓子パンをなかったことにするためには砂糖や添加物がたっぷりの調整ココアではなく純ココア ココアパウダーを活用することがおすすめ。とはいえ甘みのないココアとお湯を混ぜただけだと飲みにくいいいとと感じるる方もいらっしゃると思います。そんな方はココアと同じく代謝アップ効果の高い豆乳を混ぜたり腸活効果があって砂糖よりも血糖値を上昇させにくい蜂蜜やオリゴ糖を少量混ぜるっていうのもおすすめです。 菓子パンをなかったことにするダイエットドリンク2つ目です。トマトジュース。一時期ダイエットに効果的と大ブームとなったトマトジュース。実はこのダイエット効果は研究によって裏付けされているものなんですね。というのもトマトジュースには脂肪燃焼効果がある13オキソ ODA という成分が含まれているからこの成分の効果は2012年に 京都大学が発表した論文で明らかになっていて生のトマトはもちろんのことトマトジュースにも豊富に含まれているんだそうです。しかもこの 13オキソ ODA は血糖値の急上昇を予防する効果も期待されていますそれだけじゃなくてトマトジュースには同じく血糖値の急上昇を防いでデトックス力を高める食物繊維もたっぷりなのでトマトジュースも菓子パンを食べる前や菓子パンと一緒に取ることがおすすめですよまた水分を溜め込む作用のある糖質をたくさん取るとむくみやすくなって ジュースにはそのむくみを解消する効果のの高いカリウムが豊富そのため菓子パンのように甘いものを食べるとすぐにむくむすぐに体重が増えるという方は特にトマトジュースを積極的に取り入れていただきたいです。 さらにトマトには代謝アップ効果の高いリコピンという成分も豊富でリコピンは油と一緒に摂ることでより吸収されやすくなると言われていますなのでトマトジュースは特に、ね、脂質たっぷりの菓子パン対策としてぴったりその上トマトジュースとパンなら味の相性もねめちゃくちゃいいです このようにトマトジュースを飲めば菓子パンを食べても脂肪の蓄積を抑えててくくれれるる上、デトックスも促進してくれるんです。ただこの時期に冷たいトマトジュースを飲むと体が冷えるリスクがある上トマトジュースは糖質が低い飲み物というわけではありません。 そのためトマトジュースは温めてトマトスープのようにして飲んだり1日につきコップ1杯程度を目安として飲むことがおすすめです。パンンをなかったことにすす。るドリンク3つ目ですコーヒーヒ 菓子パンかけるコーヒーなんて最高の組み合わせなんですけどでね嬉しい驚きをね感じた方もね多いかもしれません実はこの菓子パンかけるコーヒーという定番の組み合わせは味の相性だけではなくっても最高な,んですなぜならコーヒーには菓子パンをなかったことにしてくれる成分っていうのが豊富だからその正体とはポリフェノール。 先ほどココアに豊富とお伝えしたこのポリフェノールですが実はコーヒーにもたっぷり含まれていてコーヒーにはクロロゲン酸というポリフェノールが豊富に含まれています。そしてて一般的にによよく知られているように ポリフェノールはアンチエイジング効果があることに加えて実は脂肪燃焼をサポートすするる効果まであるんであんよ菓子パンっていうのは血糖値を急上昇させることで糖化という老化現象を起こして体内だけではなくって見た目のフケにもつながっていきます。 なのでポリフェノールのこのアンチエイジングとダイエットにダブルで効く作用はかなり嬉しいものではないでしょうかまたコーヒーには脂肪の分解を促進してくれるカフェインっていうのも豊富に含まれていますカフェインって、まあ、なんとなく体に悪いイメージをお持ちの方も多いと思うんですが適量の摂取でであれればむしろダイエットトをサポートすするる味方になってくれるんです具体的にはコーヒーなどのカフェイン入りの飲み物は1日につき2杯程度 を目安にすることがおすすめです菓子パンをなかったことにするドリンク4つ目です香水 皆さんはこの香水って飲んだことがありますでしょうかその名の通り硬度が高い水のことなんですが軟水がメインの日本ではあまり馴染みがないという方もね多いかもしれませんしかし香水は菓子パンを食べた後には特におすすめしたい水ですなぜなら香水はミネラルが豊富だから特に便を出しやすくして柔らかくして糖質のね代謝をサポートしてくれるマグネシウムであったり 不足することで脂肪がつきやすく落ちにくくなると言われているカルシウムが豊富ですなので香水を飲むことで菓子パンを食べても太りにくくデトックスしやすくすることができるんですそのため私も菓子パンなどの甘いものを食べた後は特に軟水よりも香水っていうのを積極的に飲むようにしていますまた水なのでカロリーも糖質もゼロ といいうのも嬉しいポイントただ軟水に慣れている日本人の場合硬水は飲みにくいと感じたり飲みすぎることでかえってお通じが柔らかくなりりすすぎてしままううというケースもありますそのため硬水に慣れていない人の場合は特に硬度が低いものや少量ずつ試してみるっていうのもおすすめですちなみに市販の香水の場合硬度が低いものはエビアン硬度が高いものはコントレックスなどがあります 菓子パンをなかったことにすす。るダイエットドリリンンク5つ目ですリンゴ酢これを飲むだけでいらないものがドバドバ落ちると言ってもいいぐらい最強のデトックスダイエットドリンクっていうのが私も毎日飲んでいるこのリンゴ酢です。っていうのもリンゴ酢は毎日飲むことで内臓脂肪体重腹肥 BMI 血中の中性脂肪の数値が減るっていうのが研究ですでに分かっているんです。 つまりリンゴ酢を毎日飲んでいれば菓子パンを食べても不要なものを食めにくい体っていうのを作ることができるというわけです。 ちなみにこれはリンゴ酢に豊富なサク酸という成分のおかげ、さらにサク酸は血糖値の急上昇を緩やかにしてくれる効果まであるんですよ。先ほどもお伝えしたように血糖値の急上昇は脂肪の蓄積につながって菓子パンのような甘いものは特に血糖値を急上昇させやすいのでリンゴ酢は菓子パンを食べる前や菓子パンと一緒に摂るっていうのもおすすめな工夫です。 加えてリンゴ酢の作酸には腸の動きを良くすることでデトックスを促進する効果まであるんです。しかもこういったリンゴ酢の効果を得るためには毎日たった大さじ1杯程度の摂取で OK なんです。個人的にはコップ1杯の炭酸水に大さじ1杯のリンゴ酢を混ぜて飲むことがお気に入り。炭酸ジュースみたいで美味しくって飲みやすいんです。 ただ酸味が苦手な人はこの飲み方でも無理という方もねいらっしゃるかもしれません。そんな方は私がこだわりにこだわって作ったジュースのように美味しくって続けやすいこのスリムというリンゴ酢がおすすめです。おかげさまで予約の段階で一時完売したぐらい皆さんからご要望いただいている商品なので気になる方はぜひこの動画のタイトルの下にあるね概要欄っていうのをチェックしてみてくださいね。 このように飲み物を活用することで賢く効率よく無理なくダイエットすることができるんです。ただ最後に皆さんにどうしてもねお伝えしておかなければいけない注意点というのもやっぱりあります。それは今回ご紹介した飲み物というのはあくまでもダイエットのサポーターであるということです。なぜならダイエットのために最も重要なことは食事のバランスだから。 とはいえこの正しい食事バランスって意外にも簡単その上満足感もあるなので誰でででもも実践継続ができるものなんです実際私は看護師保健師ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法によりこれまで2,500名以上の方をダイエットからの成功に導いてきました。 ここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも食べて痩せる食事法を学び3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れて欲しいいと思います現在11万人以上が登録している公式 LINE では「食べ痩せ小冊子」2冊や「脱リバウンド動画」3本を無料で受け取ることができ今回の動画でご紹介しきれなかった1万7,000文字の「食べ痩せ教科書」 何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ体脂肪率8%達成できた「食べ痩せマスターワークブック」6冊実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券。 30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式らに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画これも受け取れます。 食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方そういったご質問を多く頂い,いておりますのでこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ概要欄が表示されているので赤枠の公式ラインの URL をタップタップ後10秒でプレゼントが受け取れます。 すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてください。ちなみに何で有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を1人でも減らしたいそんな理念で YouTube を運営しているからです。 一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典はすべて無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいので、ご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。